はい、よろしくお願いします。不動産人面滝島です。本当はですね。1週間前に動画撮りたかったんですけど、僕はインフルエンザになってしまって、1週間伸びた後の緊急動画です。情報を遅くなり申し訳ありません。えっ、ー、とで、ね、中国のですね。恒大集団というですね。まあ、割と大きめのですね。 えと不動産会社がで破産申請をしましまたとで、まあ、なんで中国の会社がアメリカで破産申請するかっていうとあの15条に基づいたアメリカ国内での資産を確保するためっていう、ねまあ、破産手続きなんですけど、まあ、これ自体はです、ね、あのいろんな人が言ってるんですが多分リーマン・ショックみたいに世界にこれ自体が波及することってのは多分ないと言われてはんですね。 リーマンブラザーズが作った債券が世界中に債券商品としてばらまかれたから波及があったんですけど恒大のですねその債券が世界中に多分ですねばらまかれてはいない中国国内だけなので多分中国国内でのとにかく不動産市況を中心とした破綻が加速度的に起こると、まあ、その先駆けが恒大だったとで多分他のいろんな会社とかもねそうなっていく可能性がある。 と言われているわけですね。で、広大さん自体は今から2年前からもうやばいやばいってずっと言われてて、日本でも若干ニュースが流れたんですが、まあ、それが本気で立ち行かなくなった。まあ、それぐらい中国経済が今失速しているという状況らしいですで。中国国内のですね、あの友達とかに話を聞いてももうマンションの価格がとにかく下落していると売れないと。で、かつ家賃も下がっていると。で、ついでに仕事の給料も下がっていると。まあ、そういう状況らしいです。なので、何が言いたいかというとですね。 あの中国相当まずいよってことなんですねで中国の景気が悪くなるとで中国の景気が悪くなるとどうなるかっていうと中国はなんだかんで言って輸出入に関して今世界の中心にある国なのでそこがやはり凹むと世界経済が凹む可能性があるんですね。でそして大国が経済が凹みまくった時に土地狂ってやることっていうのはやっぱ歴史を紐解くとくと、ね、戦争なんですよ。でそうするといよいよよこの景気回復 のですね、あの起爆剤として台湾有事が起こる可能性っていうのも若干ありえるというところで。 今、かなりのっぴきならない状況になりつつあると。で、アメリカはまた利上げを続けるっていうことが発表されまして、アメリカと中国っていう、この世界のツートップの経済が失速しつつある状況ですよね。で、その時に今後どうなるかっていうことをですね。ちょっとよくよくお考えいただければと思います。あの、本当にですね、あの歴史的な何かが起こるかもしれないと。そんな状況かと思いますので、皆さんですね、経済動向をよく観察しながら。 人生設計して不動産買うか売るか決めていただければと思いますまあなんかずっと前から倒産する倒産すると言われてて2年,2年ぐらい前から言われてましたね2年前ぐらい言われましたね、はいうん、はっきりした数字忘れましたけど15兆円だから20兆円ぐらい債務超過があったんですよね確かでこれがまだまだその今やばい不動産会社イン中国の中では小粒な方らしいんですよあそうなんですかそうなんですよで本当にやばい会社はもうとんでもない額の負債を抱えててそれもこけるかもしれないと なんでこのタイミングなんですか、ね、でも要するに中国国内で不動産が売れなくなったっていうことなんですかねもう要は行き詰まったってことですね経済が。でまあ賢い中国の、ね、資産家とかも特に海外に資産逃がしてますから、はい、あの今残ってる人たちはですね僕がよく言うですね最後のババ抜きの一瞬に気づかなくてババ掴んだ人たち要は不動産投資はしてるけど不動産投資家としての。 直感とか嗅覚はそうでもなかった人たちが今苦しんでいるわけですよね。で、そうは言っても中国ってものなんせとんでもない数の人間がいますから、総額としてはとんでもない額が今消えつつある、そして消えたという状況ですね。具体的に言うとその中国その物件買ってる人というよりも、高台にお金を貸せたりする人が銀行とかがちょっと、まあ銀行もまずいでしょうし、まあ高台で物件買ったけど立たない引き渡しできないというかね人たちもすごい増えてくると思うんですよ。 で、そこのお金はどうするんだって？話になってくるわけですね。で、多分連鎖的に高台だけの不動産価格が下がってるとか売れないわけじゃないですよ。多分中国全体それが起こったんですね。ちなみにあの広大さんっていうのが、中国ではどういうポジションだったかというと、比較的中国の不動産の中では安い。でもちょっとクオリティが低いっていうのを売ってた。会社なんですね。で、そこが潰れたとで、今後他の会社とかもどんどんそういう風になっていく可能性が。 あるといだから一番要は一番無理してた会社が一番最初に潰れたとでここからどんどんいくんじゃないかと言われてるという形ですじゃ竹島さんの予想としてはこれからもそういう連鎖反応が続くんじゃないかといや続くんじゃないですか続くと思いますよきっとアメリカもなんか先月だからちっちゃい銀行が4つぐらい潰れましたけど、まあ、あの潰れた銀行自体は日本のチェリン程度の銀行なんでね、まあ、大した銀行じゃないですが。 結構い無理がたたってんいんすよろなところがねだからどっかでガタガタガタっていく可能性があるかもしれないない,ないかもしれないですよなかったらいいんですけどねただそういう状況であるってことは頭の片隅に入れて生活なさった方がいいという感じですねなんかこういうのって僕もなんか株価動向とか見てましたけどまだ現状日経もまたアメリカも,もう無風ぐらいな感じじゃないですか今って。 例えば3年前の新型コロナの時も最初コロナ中国に流行ってるってなった時も僕覚えてるんですけど最初アメリカも日本もそんな株価下がってなくてでもなんかそれが徐々に徐々に広まってって、はい、ドカーンって下、ね、と下がりました、はい、だからなんかこれも今は全然何もないんですけど、はい、なんかいつそういうふうになるかちょっと分からないなとはいやーいつどうなるか分かんないですよ本当に本当にどうなるか分かんないですだ結局そのコロナでガクッと経済が落ちた後 割とリバウンド的にすぐ回復できたのは世界中が両替機関をやりまくったからなんですね。はい、もうとにかく円と,円とかドルとかいろんな通貨擦りまくった結果なんですよね。でもそれによって結構異質な経済状況がさらに加速度的に進んでしまったわけですよ。はい、でその結果今こういう風になりつつあるってとこですね。利上げも含めて要はインフレが加速度的に進んでしまったってことですよ。ですがどっかで落とし前をつけなきゃいけないんじゃないかなっていう。 状況になってるんじゃないですかはいじゃあ株とか不動産買わない方がいいですかあの分かんないですよ僕も神様じゃないわ分かんないですけどあの僕はとりあえず持ってる株はかなり処分しようと思いますそろそろはい、はい、そういう形ですねもう何の話をしてるかというとよく考えてくださいってことです闇雲にね今池田どんどんでねずっと上がり続けますみたいなね 不動産会社のですね。甘いセールストークには乗らない方がいいのか、悪いのかわからないですが、よく考えるべきだった話です。いかがだったでしょうか？緊急動画でした。はい、面白かったらチャンネル登録いいね。拡散よろしくお願いします。これからも皆さんの利益のために頑張りたいと思います。